はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今回暗号通貨ニュースはイーサリアムのニュースですよね。今飛び込んできた情報ですけども、カナダ初イーサリアム ETF 上場投資信託が実現したということでございます。イーサリアムの可能性がまた広がったということですね。私の感覚ではイーサリアムってもう何年も前から知っていたんで、そろそろ失速するのかなって感覚なんですけども、まあでもね、客観的に世の中的に見てみるとイーサリアムってまだね、新しいものというか、なんだそれはみたいな感覚なんですかね。これから投資信託に上場されるということは、イーサリアムってものの存在をこれから知る方の方が圧倒的に多いってことなんで、まだまだね、資金が流れ込む、そういうふうな余地があるんではないかなというふうに感じることができました。イーサリアムに関しましてはガス代の改善もね、7月に行われますんで、まだまだね、使いやすくなって手数料も安くなって流通量が増えると思います。ということはですよ、今30万に向かってますけども、やっぱりね、イーサリアム100万ぐらいは軽く突破してくるんじゃないかなっていうふうに私は考えてますけどもね。皆さんいかがお感じでしょうか。コメント欄で教えてください。それでは失礼します。